はいでは、えー、これちょっと読んでいきましょうえー、っと英検、まあ、12級の二次試験面接試験によく使われるフレーズですでこれあの一番からずっとありますが日本語から先読みましょう一緒に読みますね声に出してくださいねちゃんとねじゃあいきますワン・ツー・スリー注意深く by being careful あちょっと待ってこれもうちょっと 注意深くすることによってここまで行きましょう。この場合があるからね、この場合ね。もう聞きます。注意深くすることによって。by being careful. 多くの新しいルール。many new rules. 一部の種類の雑誌。some types of magazines. ちゃんと一緒に声に出してね。one, two, three. この頃、these days。まあ、これ、最近はという意味ね。時間を過ごす。spend time。インターネットで。on the internet。忙しすぎて。too busy。買い物に行くほど。ちょっと待ってね。これはおかしいですね。<laughs> 買い物に行けないほど忙しい。 だね、ね。これ、ね、ちょっと待って、行くほどじゃないね。買い物に行けないくらいにしましょうか。忙しい。いいです。じゃあ行きます。買い物に行けないくらい忙しい。Too busy to go busy shopping. コーヒーは私たちの健康に良い。 coffee is good for our health. フェンスを修理している。is fixing the fence. 眠れない。cannot sleep. 彼らは、彼女は、問題を抱えています。なぜなら ?she has a problem because ドアを塗っている。is painting a door. ゴミを拾っている。is picking up trash. 帽子をかぶっている、is putting hat on a、hand. 機械を使っている、is using a machine a 何かそのコンピューターとかいう、まあ、コンピューターは分かると思いますけど、例えばレジとか、そういうのが英語で分かんないときは、もうマシンにしちゃっていいんじゃないでしょうかね。あのコピー機とか、コピアっていうんですけども、あるいは Xerox とか、コピーングマシーンとか言うかもしれませんね。それででもいいです、まあマシン にしちゃっていいんじゃないでしょうかね、何かね。そういう分かんない機械ね。ゴミを捨てている。Is throwing away garbage. よくバスケットボールの試合を見に行く。Often go to basketball games. 想像しい場所。ノ、no、イ s y places。テレビでスポーツを見る。Watch sports on TV。しかし彼は鍵を持っていません。But he doesn't have the key.